皆様始めてよいでしょうか。それとももうちょっと待った方がいいですか。よろしいですか。皆様おはようございます。こんな朝早くからご参加いただいた方々、それも長い長い。 のカラオケの夜を京都で我々援助した後にあのいらしてくださった方どうぞご歓迎いたしますポリシーネットワークスネットワークオン AI これは IGF が設立しましたがその報告書の発表のセッションにご参加いただきましたありがとうございますあの手短にパネリストのご紹介をした上でマイキーさんの方から ポリシーーネットワークについいてての話をしてもらいますまず西方信久様日本の総務省でホスト国の代表としていらしていただきますそれからマイキー・セビナンさん彼はエディターっていうんですかこれはこの報告書のエディターの方ですねがいらっしゃいますそれからジョセ・レナートさん 彼はブラジルからご参加ですそれからサレなナタ・ラチャーさんアプティ・インスティテュートこれはインドのアプティ・インスティステトの創設者そして聖火大学中国のシン・リー教授それからオーウェン・ラーターさんマイクロソフトの方ですそしてジョン・フランソワ・ボンベルは AI の それからと能力開発の専門家です私はプラティックシバルですユネスコのプログラムスペシャリストですそしてオンラインの司会者もご紹介しましょうシャミラさんまだ参加してないようですけれどもディスカッション特にま彼女が環境について行っている作業についてお話しいただきますでファシリテーターは2人いましてオンブリターチャドリーそれからオーダスも参加しています ありがとうございます。そして、まず、じゃあ、マイキーさんの方からどのような理由でこのワーキンググループを設立したのか、そしてこの作業がどのように進展して、そしてマルチステークホルダーのコミュニティ igf のですね。が、これまで何を達成できたのかお話しいただきます。ありがとうございます。プロティックさん、そして皆様この本当に早朝のセッションにお越しくださいました。 PNAI のコミュニティを代表してご挨拶します。私はマイケル C ピンテーターと申します。PNAI のコーディネーターです。で、私の方からあまり時間を取るつもりはありません。あの専門家のパネリストのまあ方に時間を提供したいんですが、まあ、プロセスを説明するという面で PNAI というのはまた新しい試み。 です。これは重要なことで発足してから6ヶ月しか経っていないポリシーネットワークです。まだまだよちよち歩きです。で pna。i はの発端となったのは igf2022 のメッセージ。まあ、これはアジサーベバで昨年開かれた会合のメッセージから生まれたもので、まあここで igf の会合で行う。討議というのはとても。 重要な意味を持ちそして具体的なまた新しいもの例えば PNAI のようなものを生むんだということが分かってとてもあのインスパイリングだと思います PNAI は政策それも AI とデータガバナンスに関する政策について協議するもので今日はここに集まってまあ p n a AI の最初のリポートについて協議しそしてもしかしたら批判をするかもしれませんがそのためにここに集まりましたレポートを読んでいなかった方このセッションのインフォアメーションページアジェンダにありますけれどもそこからダウンロードして読むことができます他に何を言うべきでしょうかま多くの方が本当に多大なる尽力を払ってこのセッションの準備をしてそしてこの PNAI の報告書を まあ策定するために払っていただきました。特にドラフティングチームのリードの方々、まあ彼らも絶対聞いてると思います。このセッションに参加、オンラインで世界各国から多分あの朝の一時とか二時などに起きて多分視聴してらっしゃると思いますので、あの本当に素晴らしいことだと思います。ではプラティックさん。 エキスパート専門家のスピーカーにどうぞお話を伺ってくださいありがとうございますこの作業部会ワーキンググループはまさにマルチステークホルダー主義の IGF の精神にのっとってこのフォーラムを開催 解説しそしてまずどのようなテーマをオープンな競技を通じてカバーするかそして情報ミーティングなどを開催していろいろなトピックについての専門家と協議をしてそして共同でこの報告書を作りましたということでリ,リードさ、ーサそしてチームリードなどを貢献してくださったことありがとうございます。でこのののポートトは IGF ウェブサイトにありますですのででで読んでくださいい素晴らしい 制作物です。あのまさに協調努力のあの成果です。で最初のリポートのドラフには三つのテーマがありまして一つ目が総合 AI ガバナンスの相互運用性ですね。でこれは主にコンバー いろいろな規制取り組みなど AI に関するもののその共通点と差異などは扱っていますそしてこのグループは AI ガバナンスの EU から中国それからアメリカそれからラベとかアフリカなどのいろいろな取り組みをマッピングしてでその狙いは国とかあるいは協議 の結果として AI の,そのグローバルなディスカッションに反映されていないもの特にグローバルサウスの取り組みなどに焦点を絞っています。それれから2つ目のテーマこれは 基本的に AI のライフサイクルのフレームワークを作るということです。あ、特にジェンダーとそして人種の包摂性を対象とします。で、そこでのテーマとしては AI システムというのはそれから有害なあの偏見というのが例えばトランスフォービアとかあるいはセクシュアズミとかあるいはあの性差別といったようなものを生んでいるかということを検討しています。それから3つ目のレポートのセクションというのは。 AI のガバナンスの改善をしてツインつまりデジタルとそして環境の転換に向けて準備をするということでここでは AI データガバナンスそして環境との間の交差点を模索するというものです。ということでレポートについてお話をしたのでそこでホスト国の西方ノブ様の方からちょっとオープニングにマークをお願いしたいと思います。それから あの先生、ai についてのディスカッションについてお話したい。いただきたいんですね。あの、特に ai、あのインタリジェンスなどのマルチステークホルダー的な視点についてお話しいただければと思います。おはようございます。そしてこんにちはと言いますか、こんばんはでしょうか？どこにいらっしゃるか分かりませんが、本当にあの寛大なご紹介ありがとうございました。西方信と申します。日本の政府、つまり総務省で働いております。 そして、そこでのあの局長をしておりまして、このネットワークに7月ですか？今年の7月に参加いたしました。まず、最初に皆様に心からのお祝いを申し上げたいと思います。報告書を発表されたの、まだ若い組織なのに、あの本当にあの印象深く、そのリポートのコンテンツを読ませていただきました。そして、この作業はまだ続いていると。 今日以降も続いていくということを伺いましたので私どもも皆様たちと一緒にこれからも協力していくことを楽しみにしみておりますいくつか申し上げたいことがありまして今のレポートの中身についてですが私の理解ではこの報告書というのは包括的な分析型の報告ではないとそうではなくて新鮮な角度から AI の現状とそして AI の政策立案などについてやるべきことを見直しているものだというふうに理解しています。私は以前 o c d パリの OECD で働いておりましてその時 AI についての2019年のカウンセルの提言を出したチームで働いておりました。で 政府間のその標準としてはそれが世界初だったと思います。そしてその後4年。そこで4年働いて、そしてそのレポートでは、あの今プラティークさんの方から3つのテーマというのを報告についておっしゃいましたが、1つがえっと相互運用性でした。ai ガバナンスの相互運用性ですね。そしてこれは？ G7 での協議まあ日本が今年 G7 の議長国だったんですがそれも少し反映していると思います4月デジタルそして技術大臣会合というのを4月に行いましたけれどもそこでの大きなトピックの一つというのが AI ガバナンスの相互運用性でしたそして G7 の加盟国にとって相互運用性というのは意味するところはまあ例えばヨーロッパでは AI 法の合意形成に向けた協議が行われていますが一方で日本は世界で初めて AI の政策ディスカッションを2016年に G7 で提示したとあるいは提案したとはもうかなり長い歴史ですけれども <laughs> そして G7 の加盟国がその後より良い AI あるいは信頼できる AI をどうやって達成するかを協議を続けてきました。そしてあの AI ガバナンスの相互の予選についてですが地球の半分では多くの国が新しい立法化を AI について進めようと一生懸命働いているところが日本のような国では今は立法化は必要ないともっとイノベーションをしたいそして AI が我々にとって何ができるか可能性を広げたいと思っていますというのは日本はご存知の通り 日本では人口減少という非常に重篤な課題に直面していますそしてすでに労働力人口というのが我が国では減っていますですからもっと機会が必要なんですつまり経済を持続するための機会が必要であるとでこれは2016年私ども G7 の加盟国に対してさらに AI の協議を進めてほしいとお願いしたのはすでにその頃不確実性 リスクというのがそのテクノロジーによってもたらされるということが分かっていたからです。もちろんいろいろな機会もあったんですがリスクもあると分かったのでですから OECD とかユネスコとか G7 とかいろいろなところでの協議を進めてほしいとお願いしたわけで素晴らしい進展があったと思います。それからこの報告書については もっとフォーカスが広いです。まあ視点が広いです。つまりいろいろなあの相互要請についての視点を取り上げていらっしゃいます。でもちろん共通性はいくつかありますけれども、でも差異もあるってでこれは素晴らしい点だと思います。でこのネットワークで AI 政策についてグローバルサウスのレンズから協議をするということは G7 にはない。 の視点ですですからそういった意味ではとても本当ににフレッシュに移りますそれから3つ目のトピック報告書のですね3つのトピックはもちろん環境なんですが当然データガバナンスも関わっているわけで私が OECD で働いている時私の同僚がちょうどその頃データへのエンハンスたアクセス強化されたアクセスと共有についての共有い 提言を出そうとししていましたでその後提言はかなり進展しましたけれどもその後この報告書にはいろいろなリアルのケーススタディが書いてあるってその報告書とそれからこのケーススタディとそれから OECD の評議会への提言との間に共通性もありましたただもちろん差異もあるんですがこれもやはりグローバルサウスのレンズを持ってらっしゃるということから来る差異だと思いますそろそろ終わったほうがいいですねで。最後に一言だけ もしかしたらこの点には後で話した方がいいかもしれないんですけれども今年 G7 のリーダーがで私先ほど閣僚会合の話をしましたけれども閣僚会議の宣言というのは実は今年の首脳会議まで持ち上がりましてそして G7 がいわゆる広島 AI プロセスというのを制定することで合意したんです。これは AI によりりフォーカスをししてておりますそして 政策対策をストックテイクしてそして課題とかリスクを特定しようとそれからこの新しいテクノロジーが提供する機会についても特定しようとするものです <we> はい、ありがとうございます他のパネリストの方に聞く前に G7 での作業グローバルサウスの視点からですけれどもこれは素晴らしいことだと思いますし こちらで行われました作業というのはそういった意味では素晴らしいことだと思います広島プロセスに関しましては後ほど少し触れたいと思いますけれども生成 AI に関しましてディスカッションしたいと思いますこちらのレポートにおいては独占の懸念があるということが記載されていますどのように生成 AI をこの開発というものを オープンで説明責任があり透明性のあるものにするのかということそこで皆様の意見を伺いたいと思いますどのようにその生成 AI のシステムをよりオープンで透明性のある形で開発できるのかマイクロソフトの方はどうでしょうか応援さんどうぞありがとうございます応援 ラーターと申しますマイクロソフトに所属しておりますこのような明日に満ちたレポートありがとうございます大変重要な問題これを正しくやっていく必要がありますグローバルでしっかりと統治していくということそして持続可能にしていくということ法制性を 確実とということ我々 AI に関しまして大変熱意を持っておりまして生成 AI ということになりますと本当にパワフルなツールになりますし生産性も改善できるとマイクロソフトではコーパイロットをしてマイクロソフトのオフィステクノロジーを使ったさまざまな取り組みを行っておりますこういったテクノロジーを使うことで複雑なシステムをうまく管理できるようになると思います。 でそこでこのようなテクノロジーを包摂的な形で構築していくためには何ができるのかマイクロソフトにおいてはできるだけその包摂的な形で多様性なチームというのを設けていますマイクロソフトはこのテクノロジーに関しま,すチームに関し,まして、まあ、プログラムもそうですけれども我々スタンダードというのがありましてフェアネス F1、F2、F3 というものがあります。え、公平公平性というものを確実にこの構築の中に含めているということになります。え、そしてそこそのゴールの中でさまざまなその多様性を持った。 方々をチームの中に例えばその研究の背景を持っている人エンジニアリングの背景を持っている方また法的または政策的なそれからまた人類学だとか社会学だとかいろんなそのバックグラウンドを持っていらっしゃる方々にチームに入ってもらってこのシステムのデザインを行っています。さらにに広く考えますとどのように ガバナンスに関しましての代表性というものを拡張するのかマイクロソフトの場合はたくさんのインプット我々の責任による AI のプログラムに関しまして設けていますまた AI のフェローシーププログラムを設けましたもう一年になります様々なグローバルサウスの方々の本当に姿勢に満ちた方々もこの中に入ってもらっています ガバナンスプログラムに関しましてもそうですスリランカナイジェリアインドクル,クルギスタン、キルギスタンだとかこういった国々からも専門家の方々に入ってもらってそのどのようにこのシステムを責任ある形で開発し利用していくのかということに関しましてのさまざまな検討を行っています。 開放性とクローズな AI の開発に関しまして今現在オープンソースの取り組みもありますしまたそのオープンソースではないものもあるわけですけれどもどのようにこのディベートに関しまして介入されますかはい素晴らしい質問だと思いますオープンソースは重要です理解を高めるこのテクノロジーの利用安全に利用するときにですねなので我々はこのオープンソース 恩恵というものを分配するその中でオープンソースというものは極めて自由であると我々オープンソースオープンソースコミュニティというものがありましてた,たくさんのモデルにおいて g ッ t h u b もそうですけれども Microsoft はオープンソースのエトス,エトスとして持っていてそのスピリットというものを推進しているわけです。 一方でオープンであるということと安全とセキュリティの間のこのテロトレードオフこれに関しましてはシステムの中でフロンティアモデルと呼んでおりますけれども最もそのケ,ケーパビリティで最も高いところにおいてさらにオープンソースというものがそこで妥当かどうかということだとかさまざまな形でこのモデルを利用できるようにしています。 ちょうどその中道といたしましてはこのモデルをリリースしてそしてアクセスを増やしてテクノロジーに関しましてアクセスを増やしていくということができると思いますそこで重要なのはオープンソースが今後のそのディスカッションにおいては重要においても重要であるということですありがとうございます次のディスカッションのそのワークプランに関しまして考えるべきことはオープンソースのモデル そしてまたそれを政策のディスカッションにどのように含めていくのかということもあると思います。では、サラ,サラ,サラーユさん生成 AI に関しましての、まあ、レポートの中にもありますように、まあ、リスクだとか有害性ということも書いています人権、法の支配、民主主義に対しましての悪影響ということも記載されていますけれども特に誤情報、ニセ情報に関しましてどういった形で 生成 AI のシステムを利用することができるでしょうかこの 偽情報が広がるような形で使用される可能性というのがありますからそれをどの,をどのように抑制するのか抑止するのかありがとうございます。ご参加の方オンラインの方もありがとうございます。いろんなその因子があると思います。皆さん、例えば夕食それからランチを取らないといけませんしそれから睡眠時間も必要になりますので早朝からご参加いただきましてありがとうございます。またレポートに関しましても本当に素晴らしいレポートだと思います。本当に 皆様のこの共同的な作業の結果としてこういったレポートができておりましておめでとととうございいいまますす申し上げたいと思います今の質問に関しましてご情報偽情報ですがまず生成 AI がこのようなえご情報偽情報どのように生成するのかということ生成 AI はどういったことができるのかそうしたらそれがどういった意味を持っているのか。 これはコンテンツの生成のコスト誤情報に情報に関しましてもコストはゼロだということなんです。なので声入りだとかコードを書くときに、えー、簡単に情報を生成することはできます。ランゲージモデルもさまざまな言語で利用でき,なできますので,なのでいくつかの言語でこのような誤情報に情報を生成することはできるわけです。 でそこで、今申しましたそのコストはゼロであるということ、でデジタルトラ,ンストランスミッションに関しまして、これはまずトランスミッションというの,ののコストをゼロにするということ、そうなりますと、生産だとか、それから問題のあコンテンツを制作して、それを留付するというそのコストはもうゼロであるということなんです。 それからまた偽情報と誤情報の違いもありますしその結果どのような危険をもたらすのかということに関しましてもそれぞれ、えー、おお規模というものは違いますそして、えー、こういった誤情報偽情報に対応する際にこのレポートにおいては具体的にこういった問題に関しまして、えー、言及しているわけではありませんけれどもいくつかのアプローチが言及されています一つは AI または AI 生成 AI をあるそのコンテキストで組み込んであるそのレンズからこのご情報偽情報というものを特定するすなわちこれはコンテキストを理解して生成されましたコンテンツこれは会社なのか国なのか誰がその責任のっているのかその偽情報ご情報を生成したのは誰なのかということを検出するそしてその偽情報のプロセスがどのように機能するのかということを理解するそして え、広くその保護をする必要がありますそのためには法律の必要になります。ただ、こちらは慎重に考えるべきだと思います。個情報にする情報というのは？そのもそのこと自体が一つの大きな。そのトピックとしてディスカッションするべきであって、またその法の支配だとか。またガイディングフレーム枠組みということでえー。う そのようなディスカッションから始めるべきだと思いますノブ、えー、さん先ほどおっしゃった広島プロセスの話がありましたこちらでは生成 AI が中心になるという話でしたけれども、えー、この三日間四日間の,間の間ぐらいに AI のプロセスに関しまして広島プロセスに関しましてもそもそもなディスカッションがありましたけれどもどのようなあの原則があるんでしょうか 何かあの今現在の状況その指針だとか規範に関しまして共有いただけますでしょうかこれまでのところプロセスはまだ最終わっておりませんので G7 の代表団のタスクフォースチームがありまして今交渉段階にあるということですそしてこれを最終的にレポートにまとめて首脳に今年の年末までに首脳に提言をすると。でそれまでの間私から G7 の隔離を生命においてどういったことに合意しているのかという話をしたいと思いますけれどもこれは9月の当初9月の7日に公表されております。こ中いくつかありりましてよりえ規範 行動規範民間セクターの行動規範これは自主的な行動ということに行動規範ということになりますけれどもそれから今そのご情報日常報の話もありましたけれどもその点に関しまして例えば電子透かし技術のディスカッションも行われておりますし AI が作ったそのコンテンツであればそのコンテンツ示すその来歴を示すということ。 では次にこの報告書の大部分を占めている相互運用性 AI ガバナンスの運用相互運用性について話したいと思いますがシングリーさんはインターネットのガバナンスでかなり集中して作業していらっしゃいますがシングリー教授インターネットガバナンスから 特に総合運用性については AI のガバナンスについて学べることは何でしょうかあの今回ご招待いただきましたありがとうございました私はあの中国のせい清華大学の新リーデーであります三十年前中国はインターネットに接続してえそしていろいろなレベルの管理あるいはガバナンスのレベルに参入しようとしましたより高次のレベルでは政府はこのようなアクセスをまあ ししなななけければいいいという結論になりました技術的な層ではいろいろなことを検討しましたインターネットのテクノロジーの例えば ITF とかあるいはインターネットタスクフォースなどの作業を見てこれはインターネットのあの インターオペレビリティの作業についてエンジニアがいろいろと作業したわけです。それから番号、ナンバーサイメント、これはインターネットのレジストリ、それから名前ですね、イキャンは、名前はキャンです。そして、ヤナも数年前。 あの設定されましたのでアメリカ中心からいわばグローバルにこのプレグラウンドが拡大しました今はチャット g p t とそして AI ですが私はこれについては非常にエクサイトしています。生成 AI というのはもしかしたら TCPIP よりも大きく広がるんじゃないかと思っていますただこの分野を見るときに ITF にはないんですねまあこのような組織がないですからそれを我々は検討するべきなんではないでしょうかそういう機関の設立を検討するべきだと思いますそれからインターネット はまあオリジナルなテクノロジーがどんどんと進化してそして WWW とかその他のテクノロジーへと進化したわけですそして人々はものをまあ理解をしようと進めたんですけれどもでも青写真はありませんでしたただ生成 AI については私の感覚ですけれども 規制があまりにも早く介入しすぎたんじゃないでしょうかもっとイノベーションのスペースが必要です少なくとも学者とか技術グループにはイノベーションのスペースが必要ですそうでないと前進するのが難しいと思いますで、ね国内ではそれでも大丈夫でしょうつまりイノベーションの場を作ることはできますで、私はグローバルの村まあ 学者の村で学者が一緒に協力をしてもっとエキサイティングなスペースを作ってほしいと思いますありがとうございますインターネットのガバナンスについて何か不言をされてましたけれどもご報告ではその総合運用性の中で3つのことを言ってますつまり実質的なツールのそれからガイドラインそして規範のレベルの総合運用性それからもう1つはメカニズムの つまりマルチステークホルダーのエンゲージメント介入のためのメカニズムの相互運用性そして3つ目が通信の合意された方法ですつまり定義とかコンセプトとかあるいはセマンティックな相互運用性のことですそこでホセさんに伺いたいんですけれどもホセさんこの報告書を読んだ時この提言 特に総合運用性についての提言であなたにとってま注目したものはあなたが注目したものは何だったでしょうかそれについてコメントくださいありがとうございますそしてプラティックさんありがとうございました今回参加できて嬉しいですその報告書を見ると一つ私が注目したことはまこれは報告書であってそれもグローバルサウスの代表がグローバルサウスのために作った報告書ということを認める とということですそこで今後さらに進展が必要なのは我々の地域でどのような動き運動があるかとそしてその中でどのような政策を我々が推し進めようとしているのかどういうナラティブを我々は推し進めようとしているのかということを考えることです。規制を見るるとと今,今 EU で起きていることとか他の地域ブロック などだけにフォーカスしていないで、グローバルサウスにもフォーカスを与え当てているということは素晴らしいことだと思います。ただ、これから全身が必要な分野としては、まあつまり、このディスカッションで欠落していた部分、そして報告書の中。ではその一部に復元してます。けれども、特にこの我々の地域を見ると。我々が理解しなければいけないのは、我々の地域固有の課題です。例えば。 あの労働力ですねそれについてはまだ復元されていまませんつまりこのようなシステムが開発されることのあるいはテック産業全体の発展が労働に対して与えている影響がなかなか光を与えられていない例えば将来の仕事というのはどうなるかオフィスで働く人がこれから数年間取り起こされ残されないようにするためには彼らに何を提供したらいいのか。 こういったテクノロジーが進展した後ですねそれからいわゆるギッグワーカーはどうなるのかとブラジルでは少なくとも非常に密なつながりが例えばデリバリープラットフォームで働いている人でこれがそれから生き残りにもかかってくると思います。ブラジルでは あのオートバイをあの運転するそのドライバーの死亡率というのが過去10年間で80%も増えたそうです。そしてその理由は学者の議論によりますと新しいプラットフォームがあって。 その配送時間を短縮しようとしているですから、こういったドライバーに大きなプレッシャーがかかっているというということなんです。こういった問題に我々は特に私たちの地域では対応しなければいけないと思っています。またさらに持続可能性のディベートも深めなければいけません。この報告書もこのテーマに触発したことを、ま例えばテックのソリューションミズムとかテックのオプティミズムとかテックの楽観主義とかそういうあのことに。 を書いていてますで例えばエネルギー消費それからそれと温室効果ガスの排出のつながりなどを解明しなければいけませんまた政治家あるいはテク会社の CEO などがこういった問題を取り上げています。ボリビアでは大統領が座を割れてから あのそういうことが問題になりました。特にボリビアはリチウムという貴重資源を持っていますので、ですからその点にも触れてもらるべきだと思います。で、もっとじもう時間は取りませんが、バイオメトリック。 のシステム生体認証のシステムを特に監視用に使おうとそれも国内で監視用に生体認証を使うということも我々は真剣に考えなきゃいけないと思います。またブラジルの話に戻すと構造的な人種差別というのが実は 刑事犯罪システムにあるんですがそれがこういったテクノロジーによってさらに悪化しますそれに対する技術のフィックスでは解決できないんですですから我々は真剣な検討が必要ですもっとこういったシステムに選択肢を与えるのかそれとも禁止をそういう利用を禁止するのかこれはブラジルでは非常に大きなアジェンダとなっていますこれを次のレポートで 取り上げるか、つまり市民社会がどうやってえこういったあのシステムのあの禁止などに動き続けるかということをあの取り上げたいと思います。で、これが今我々がその地域で討議している一つの課題です。ありがとうございます。3つの手がありますよね。1つ目はデータ。 そのものもグローバルサウスから大量のデータが排出されていてそしてそのデータで作業している労働者がいるそれから天然資源こういったものというのは我々がレポートの中で取り上げたケース,スタディーにもかなり出てきましたこれも国際的な協議にかけるのは重要ですそれからジョン・フランソワさん英語ですか英語ででいいいすかはい 報告書を読みになりましたねそしてまそこに復元されてる主要な課題も読みになったと思いますけれどもその報告書で一つ取り上げているのがキャパシティビルディング能力開発でしたそこで我々はどうやってグローバルサウスの能力を強化してまず マルチステークホルダーのガバナンスに対するプロセスに関与するための能力、それから AI の開発とそして利用の能力をどうやって上げたらいいんでしょうか。So、はい、ありがとうございます。ジョンフランソワボンヘルと申します。今後から参りました。AI エマージングテクノロジーの当局規制アドバイザーです。 IRPCE に所属しております我々はさまざまな事柄を生成 AIAI AI から期待しているわけですが一方で恐怖もありましてこのボックスの中に何が入っているのか AI はブラックボックスのように見えます多くのことが中に入っているように見えますけれどもこれはブラックボックスです。 のように見えますすなので3点ほどお話をしたいいと思いますまず1点はその恩恵対リスク2つ目に説明責任3つ目に教育です教育は我々の大きなプライオリティになっています優先項目です我々は学校を AI 向けに小学校からですねまた 今後において修士コースまでのをカバーしたような AI の学校というものを作っておりますそして国民全体の AI に関します教育ということも行っています誰もがこのテクノロジーにアクセスできるように、うん、あらゆるイノベーションというのは生活に影響を与えます生活を変えますし で開発にも影響を与えるということですから誰もえそのテクノロジーから阻害されないようにしようと考えていますありがとうございます2つ目のレポートのセクションに移りたいと思いますこちらは人種だとかジェンダーの話になりますが参加の方々だけではなくて会場の皆様 5分程度になりますけれども少しこの段階で会場から質問コメントを受け付けたいと思います。こちらのレポートでは国連の人,人権カウンセルではテクノロジーというのは優先課題が高いものであって一方で不寛容だとかレイシズム人種差別をさらに増幅するというようなことも記載されています。 実際にジェンダーだとか人種に関します影響例えば個人コミュニティが影響を受けているような事例はありますでしょうかまた同時に事例としてレポートにおいても記載されていますが AI システムが利用されて一方で 社会にありますそのジェンダーバイアスに対抗する形で AI を使うということも記載されてますけれどもいかがでしょうかご質問ありがとうございます少しあのかなり大きな質問でまできるだけ回答したいと思いますけれどもジェンダーバイアスの質問 AI におきますジェンダーの話をする前にまジェンダー以外にもそれ以外の偏見というのがあります言語,言語だとかそれ こういったものはそれぞれの政治的な側面を持っていますまた一方で共通性というのもあると思いますけれども一つ何か具体的なお話をしていただきますかわかりましたまずその質問バイアスそのものの話をする前に簡単に不正義 生成異外において考えられます不正義に関しまして話をしたいと思います。データ、データの不正義だとかこういったものも今ディスカッションされておりますし、えー、おそらく言語というところに関しましてまずはお話をしたいと思います。その不正義に関しまして、エロローあ舗ですが、その生成 AI は。 アノテーターだとかその労働者の方々生成 AI を作る方々データを作ってデータを分類してデータにアノテーションをつける方々これはリサーチャーだとかにそういったものをアクセスできるようにするということが重要だと思います。 言語それからジェンダーバイアスに関しましてその AI と生成 AI とそれから労働に関しまして生成 AI に関しましてお話をしたいと思いますけれどもこのようなその労働というのはプラットフォームに関しましてもそうですが大きなあの委託をしてですねグローバルサウスにおいて開発されている構築されていることが多いわけです。そして ラベリングに関しまして自動車だとかそれからバスだとかあらゆるその言語あらゆるジャンルにおいてそのカテゴリーでそのラベルをするのがそれは西側で作られていますその AI のカテゴリーというのは皆さんがおそらくまあラーマとそれからウシートのラベルその対象がは、えー その対象自体を知らない人もいるわけです。で、そのラベルというものがそもそもま A.I. のまあニーズを反映しているわけですけれども、さまざまあ,あこれこのやり方というのは大変あのこれ特異的なものであって、言語に関しましてもそうです。ラージランゲージモデルに入力されます言語もそうです。なので、えー、ララベル、えー、バイアスだとかそれからラベリングだとかそのラベルのそのカテゴリー、えー、ということを。 が重要だと思いますそして AI はバイアスを一方で緩和することも可能とさとして考えられます。いくつかの事例があります。具体的には全体としての協力的な努力が行われております。インドにおいてはラージランゲージモデルに関しましてあまりそのメインの言語ではない言語に関しまして取り組みが行われています。小さな組織がリードしています。 コミュニティでそのようなことを行っているわけですこういった取り組みで生成 AIA の恩恵がそのローカルの言語を話す方々に恩恵をもたらすような結果になるかもしれませんありがとうございますオンラインで質問が来ておりますが私からも追加です例えばアフリカでは研究グループが現在低言語まさかにコミュニティという 資源ののの少ないいコミュニティでの取り組みが行われていますで皆様もそちらのリサーチに興味がある方はアフリカの言語に関しますデー,データセットの開発構築ということをやっておりますので皆様からも興味がありましたら是非見てもらいたいと思いますけれどもではオンラインのモデレーターのシャミーラと何かオンラインでは来てますかシャミーラさん何か一つ二つ質問がありましたらお願いいたします。 はい、では最初の質問、聞こえますかはい、聞こえてますよえ、最初は、最初の質問はですね 国際的な協力そして同意というものがグローバルスケールで必要だということですけれどもそれはどうしてでしょうか質問に関しまして続けてもらえますか次の質問ですがこれはバーチャルの参加者の方々直接手を挙げてもらって発言してもらっても大丈夫ですか まずはチャットの方に入っている質問からあ伺いたいと思うんですけれどもはい分かりましたでは次の質問です、うん、ア l エル・シベーシュさん2つの質問がありますどのようにネガティブ AI のネガティブなインパクトポジティブな影響に関しましてグローバルサウスそして開発途上国において人間のそのお仕事に対します影響どのように管理するのかそれから次に国際的な規制 AI に関しましてこちらが国際機関が作ったもの 国連だとかそれ以外の国際機関が作った規制というものをこれがあらゆるその国で受け入れられるようにするにはどうすればいいのかということ同じような質問が3つ来ているということだと思いますが少しお待ちいただけますかこの後もう少し会場の方から質問を受け付けたいと思います。こののの会場方方方かからら質問がある方はいいっしゃいますか国連大学の方どうぞ おはようございます。おはようございます。国連大学のジンゴと申します。まあ本当に親密なのでコミュニケーションができますね。私の質問はあの能力開発についてです。AI はエンジニアリング科学ではなく。 どちらかというとエンプリカル、あのつまり経験則的な科学にしかつまり、ai というのはあの設計したら何が起きるか分かるようなエンジニアリングのあの製品ではないんです。研究者デザイナーですら、実際何が起きるか分からないわけです。ですから、どこかでテストとか、あるいは実験などをしながら何がリスクであって、そして潜在的な恩恵は何かということをあの検証しなきゃいけないわけです。そこで、その能力開発の難しさについて質問したいと思います。物事はどんどん変わります。デザイナーさえ見通しが。 つかないそして誤蔵とかあのいろいろな情報源があってそこでどうやって能力開発をするんですかどうやって例えば学生生徒とかあるいは私の祖母など我々の同僚に対して何が起きているかをどうやって教えてどうやって情報を提供したらいいんでしょうか。EY EY のの方ででですすかアスク・ククーアです y の人間です AI ではデジジタルテクノロジー 今進行のデジタルテクノロジーと同じようにより政治的な規制の開発の世界と技術的な標準化というスペースの間の境界線が曖昧になっています。つまり標準というののは その規制の実施の側のツールになりつつあるわけです。そこで質問は、どうやって能力開発をしたらより広いあのステークホルダーがそのような 技術的な部分に参加できるようになるかとより大きな政策手段の重要な部分にテクノロジーがなりつつあるからです。で、あのそれぞれ全員にまあ答えてもらうと時間がかかりすぎますので、あのガバナンスとそれからガバナンスフレームワークについて答えたい人、つまり AI ガバナンスをあのグローバルに機能させるためにどうしたらいいか、それからもう一つはキャパシティビルディングについてですね、技術的なレベルそれからあの 学校とかそういうところに行って教えるというそれはどうしたらいいかというじゃあオーウンさんですかはいどうもありがとうございますまあこれはとても重要な質問だったと思いますどうやって まあ一貫したグローーーババルガバナンスフレームワークを、AI、についいて作るかという質問ですねここで重要なのはグローバルにまあ一貫性のある同一の規制を全国で共通するに設けるということは望ましくないと思うのでそうではなくて一連の原則とかまあ行動規範みたいな高いあのその基準をグローバルに作ってそしてそこから各国が自分に最も納得的な形で細かい指 そこを作ってもらおうということです。そしてここ一年間かなりガバナンスについては大きなマイルストーンなども達成したし進展しました。2022年11月30日にチャット GPT というものが発表されてそれにお前してそして一般人それからあの政策立案者の間でこういったテクノロジーの利用とそしてインパクトについての議論が変わりました。その後の進展というのは非常に大きかったと思います。例えば今週我々がここで行っているのは台湾の中でもまあそれからレポートの中でも。 やはり現れたと思いますそれから G7 の広島プロセスそれから日本のリーダーシップのとの行動規範もとても重要でしたこのグローバルな会話をつまり AI をどうやって開発利用するかという会話を前に進めることができたんです。今はですからいわば 要素構成要素はできたと思います。長期的にグローバルガバナンスはどんなものであるべきかという構成要素はできた。ですから、ガバナンスを協議する中で一歩下がっていろんなことを協議するべきだと思います。つまり、1つ目に究極的にグローバルなガバナンスフレームワークに何をしてほしいのか、それから2つ目に何を既存のグローバルガバナンスの制度から学べるかという点です。で少なくとも3つの ことがあると思います。将来のフレームワークにしてもらいたいものですね。一つは標準設定です。標準というのはとても重要です。この一貫性のあるグローバルなあの制度を前進させる上で,ですね。そして教訓としては例えば IKEO 国際民間航空協会ですかなどこれも国連のファミリーですけれどもほぼ全ての国が参加してグローバルな安全セキュリティの標準を立ててそれを国内の政府がか 国が実施するとこれも重要ですそれからこれも報告書であの不言がありましたけれどもリスクについての理解それからコンセンサスを生むということこれもグローバルなディスカッションの重要な点だと思います例えばあの IPCC なども国連のファミリーですけれどもそれなどはエビデンスに基づく理解リスク つまり気候変動についてのまあリスクの変化について乗り換えを深めました。で同じようなことがをするべきだと思います。それからあの能力開発にも関係するんですけれどもインフラを構築する整備するということこれも重要です。テクノロジーがあまりにも早いペースで動いているのでまだあのそういった的に新しいと思って例えばトランスフォーマーアーキテクチャーといった LLM のスパイゴにあってこれが今現在とてもエクサイトメントしてるんですけれどもこれは2017年に設立したつまり本当にロック そしてオープンな。 研究などの疑問などが今後も対策そして投資が必要ですそして学者あるいは研究者に対してそれをできるための資金など支援を提供しなきゃいけないそれからアメリカでも例えば国家 AI 研究リソースというものが提案されていますつまり公共で利用できるような演算力とかデータとかモデルとかこれを提供してそして学者がこれを使って研究ができるようにするということです。そして インフラへの投資それからテクノロジーそれからもう一つは評価。 の手段ですねこういったテクノロジーの評価手段あるいは検証手段を開発するということですここには非常に大きなギャップがまだある難しい分野ですのでこれも改善が必要ですそれから最後に申し上げたいのがソーシャルのインフラです社会的なインフラですつまりグローバルな対話ができるような持続的な協議体を作るということですもちろんここで行っているような対話に基づいてグローバルにそして代表性の高いこういった問題についての協議を継続してそしてテクノロジーの方向性をモニタリングしてそれからテクノロジー どんどん進化する中で追跡をしてそうして調整対応してそうしてグローバルなコミュニティとして本当に機敏に対応するということが求められていると思いますジョセフさんどうぞガバナンスについて話したいと思いますねそれからノブさんに対してもノブさんがグローバルのガバナンスの今の進化をどう見てるかを伺いたいと思いますありがとうございますグローバルなあの AI のガバナンスを語るときどうして 今の現状について私は何かを前進させることができるのかちょっと懐疑的です。つまり最低への競争 で例えば技術のガバナンスとかインパクトの調整について最低への競争に発展するんではないかと懸念しているわけです。でいろいろなナラティブが今蔓延していて例えばこのテクノロジーの雇用についての政治ですねつまり AI の競争というのもあります。でこれは我々が 冷戦時代にに経験したようなな競争になりつつあると言われていますこれは大きなな障壁となりかねまませんつまり合理的なグローバルな AI ガバナンスの規制あるいはそういったものを持とうとしたらこれを乗り越えなければならない大きな障壁となりかねないということです。またこの我々の地域の国これはグローバルサウスつまり世界の大半を示していますけれども。 我々の視点から見ると何らかの協議体でこういったジェンダーを推し進めて我々の利害も反映してもらわなければいけないと思っています。BRICSG20 もある程度そうですね多くのラベの国それからアフリカそれから東南アジアなどの国も G20 には参加してますからそれも考えられます。ということはつまりグローバルノースにもプレッシャーがかかります。ググロローーーーババルルノノススがここののの技術を開発したわけですで特にこの企業 が何が我々の注目すべきテクノロジーなのかというような議論を独占しているからです。そして2つの点をここで強調するなら、でここであの労働の問題に戻るんですけれども、それから天然資源の採掘、ナチュラルリソースの採掘の点に戻るんですけれども。 ここでちょっとある逸話を話したいと思います。今年の初め、あのブラジルのアマゾンで大量殺戮が起こりました。ある人種アマノミという人たちが大量に殺されました。で、こういった人たちが殺されて、そしてその領土を金の採掘者、それも違法の金の採掘者によって乗っ取られたんです。そしてその後しばらく経って連邦警察,警察がわかって たのはこういったあの違法の金の採掘者関係する会社がアマゾンとかアップルグーグルとかマイクロソフトなどに金を売っていたということなんです。これが一つですね。ですからこの こういった資源の採掘そしてそれがいろいろな少数の人種に対して当たる影響を語らなきゃいけないまたグローバルな AI についてはやはりグループによってより優先されるものとそうでないものがあるで奄美というこの少数民族というのは無視されるあるいは阻害される方のグループに入ってしまったわけですで。この点にについてやははり私どもは真剣に 我々がやっていること、それから我々がどういう人たちに影響を与えているかということを真剣に検討しなきゃいけないと思います。で、これはあのクリックワーカー、つまりこういったテクノロジーを開発している人たちというのはグローバルサウスの人たちなんです。で、やはりこれをグローバルガバナンスについて検討するべきです。そういったアルゴリズムなどを作っている人、それからそういった企業がなさっている意思決定。 うんのにこれをどう反映するか、そして労働環境を改善するということです。そしていわゆるあのこのチェーンの一番高いところにある企業にこの点を訴えて、そしてそれに対して責任を持ってもらうということです。はい、ありがとうございます。説明責任、バリューチェーンを通してということですよね。評価だとかそういうことだと思います。 これはグローバルカバナンスの枠組みの中に組み込むべきであってエビデンスベースのプラクティスも必要になってくると思います。それではノブさん、政府の視点からどこにグローバルカバナンスの特に AI に関しますグローバルカバナンスですけど今後どのように進んでいくこともありますか、はい、もちろんグローバルカバナンスというのはきっとそれぞれの各国に政府があってそして グローバルの,その国際的な視点からユネスコ OECD だとか EU だとか IT だとかさまざまな取り組みで行われています私は政府の人間ですけれども私はラコードを書くわけではありません私はお仕事としましてはその法制度と,というものを設けるということなんですけれども 我我々々には我々の役割があると思っています例えば条約が一番上の方になった時にその条約を見た上でそれに応じた法制だというのは国内で設けていくということになるわけです。なので少し今は時期尚早かもしれませんが特に欧州は評議会に関しましても条約だとか枠組みに関しましてのたくさんの協議をしてらっしゃるのが分かっております。 そのようなものができた時何らかの重役ができますよね AI に関しまして。でそれをこれはあくまでもサーゲットというのは常に動いておりますのでえまあ人形みたいなものもそうですそれから戦争に関しましてもそうですでこの AI の場合においては厳格なその 上の方に条約があってそれに対しまして各国で何も修正を加えられないというわけではないわけですね。で OECD の視点から考えますと私はもともと OECD 仕事をしておりましたので彼らの,その原則というのはシンプルです5つのバリューベースの原則を持っているわけです。 アカウンタビリティ、説明責任ですね、これが一つです。それから説,説明ができるということ、セーフティセキュリティえそして堅牢性、そしてこういったものが最初に来るわけです。AI システムに関しましても、人,を人に対しまするサービスを提供するのであるわけですから、そしてその後にプライバシーだとか、公正性だとか、人権ということも言及しています。そして 5つの,その原則あったとしてもこれはガイダンスというものです政府側はエコシステムで作業をしないといけないだとかまた政府にはスキルだとかキャパシティビルディングを行うわけでばならないだとかまたはそのテストベッドを作ってで AI のそのシステムのテストをできるようにまたそういったテストが世界であれるところでできるようにするというようなことをですねこういったことを OECD の原則には書いているわけですそしてそれから国際的な協力です一番最後のその原則というのは国際協力になるわけですこれは政策面ポリシーそれからスタンダード標準という。 様々なレイがありますたくさんの国際機関があってそれぞれの国際機関にはそれぞれのその付託事項だとかその加盟国があるわけです。でなので当然ながらさまざまなタイプの勧告も出てくるガイドラインも出てくると。一方でえ全体的に大きな違いがあるわけではないわけです。OECD が最初の原則を出しましたけれども,もう基本的な考えは同じです。 あまりその違いといいとうものはないわけですあくまでもバージョンということは各組織ごとのバージョンということで基本的な原則というのは大体今共有されているというような。国際機関が 今現在この協議をする中で例えばユネスコに関しましてもそうですが OECD と強調しておりますしそれから欧州評議会もそうですアフリカ連合そして、えー、欧州委員会もそうです、まあ、少なくとも情報の共有ということをやっているわけですある程度その協調して進めているわけですよねそうですはいいろんなそのエピソードだとかそれから、うんうん、私もあのバリンの,そのセヌガのところでランチを取りながらそういった情報の共有,共有ということをやっておりました はい、ありがとうございますでは次の質問ですが、えー、能力開発に関しましてマイキーさんそしてスライユさんそしてシン・リーさんそしてジョン・フランソワさんにこの順番で、えー、お話をいただきたいと思いますけれどもキャパシティを強化するためにもちろんこれはさまざまなレベ,ルがレベルがありますし、えー 技術的な標準のためのキャパシティビルディングだとか、またはその政府の側のキャパシティビルディングということもありますが、さまざまなそのキャパシティを開発するわけが、する必要があるわけですけれども、マイクさん、何かどれかに関しましょう、お話いただけますか、キャパシティビルディングの話、またこれがどのように実行していくのか。 広いそのコミュニティに対しまして AI のディベートに参加してもらう,ということが必要になります、まあ、これは重要なことですそしてもちろん我々の取り組みというものを強化していく必要がありますデータガバナンストピックもそうです学校でもそうです学校大学そして市民の教育もそうです そして労働者ですね基本的な AI に関しましての教育を行うということさまざまな取り組みが行われていますあらゆるところで行われています例えばフィンランドではフィンランド人の,その AI 戦略というものがありまして AI の基本的なトレーニング を国民の20%に1年の間に提供するというようなことを具体的に打ち出しています。それ以外にえ行政官だとか政策立案者に対します AI のにかしますキャパシティビルディングです。え特に AI のガバナンスのディスカッション AI のガバナンスのディスカッションをするためには あ、それが必要になります。のぶさんがおっしゃったように、まこう。私もあの行動はかけません。けれど、も、あのぶさんがおっしゃったように、今行動はかけないけれども、あの規制の策定という仕事をお仕事をおっしゃい。あ、お話がありました。ai に関しましても、様々なレベルのその専門性というものがあってえ、そういった方々がそれぞれの貢献をするということで、グローバルの ai のガバナンスというものが測定できる。それができればそれは。 全員とって構成でそして包摂性のあるものになると思います。でケバシティビルディングというのは私の大好きなトピックなんですけれどもで今年の春ブレインストーミングを行いました。で APNAAI のコミュニティとのディスカッションを行いました。そして私がレポートするトピックの選択を行いましてデータガバランスとその AI に関しまして。 一つのレポートの中で私が実はキャパシティビルディングを書いてほしいなと思ったんですけれども私以外の方がキャパシティビルディングを含めましょうとおっしゃっていただいたきに私は本当に嬉しく思いました。これはそのレポートトピックとして環境のチャプターだとかジャンダーとレースのチャプターもありますし最終的に グループにおいて、この能力開発ということに関します、韓国の文言を組み込むということになったわけです。それが我々ののトピックの 私のトピ我々のトピックの,その中核にあるということになりますので今後何年間のその協議は続きますけれどもグローバルでの対話プ,プラスグローバルでのそのキャパシティビルディングというところが重要だと思いますではソライユさんお願いいたしますありがとうございます今おっしゃった通りで様々なカテゴリーがキャパシティビルディングにはありますたくさんのグループを,を AI のテクノロジーもいろんなその技術いろんなその文脈での AI の技術というのがありますからなのでもちろんその国民だとかにエンゲージ AI を使ってもらうためには AI に関しまして学ぶ必要がありますし AI から害を受けないというためにもそれは必要ですそして技術家オフィニティだとか法政策側の方々 どのようにその技術側のコミュニティと政策法制度のこのコミュニティががディスカッションしていくのかそして我々はキャパシティビデオに関しましては成人の教育というふうに呼んでいますがこれは相互性ということですなわち経験的なスタートポイントで意味のある形で協議を開始すると。で私自身が学 ラージランゲージモデルの組み込みに関しまして学んだように例えばカテゴリーの政策に関しましてこれは生成 AI のことをもとにまた交渉不可能な人権に関します項目だとかそれから国家の役割だとかこのような相互のプロセスそして相互の期待というものを持ちながら さまざまな議論の場でもちろんそのお互いに批判するのではなくてそれらの協議を開始するということが非常に重要だと思いますそれからもう1つ AI に関しまして雇用が喪失されるというような恐れがありますけれども、はい、AI のプラス面マイナス面という話がありましたが私の理解ではその失業というところ仕事がなくなるということですよねこれは AI のににして確かにそういったリスクはあると思いますただその社会は今現在そのエビデンスを集めているところで実際にどのような形で生成 AI の利用というものが雇用に影響を与えるのかとまだ今現在完全に分かっているわけではありません特にその法制度司法のコミュニティもそうですしそのような議論をしているわけです。 どの程度とということですよねそれからまたアゲルンのレポートがありましてこれは雇用に関しましてグローバルノースにおいてより大きいのではないかというふうに書かれています。グローバルサースの場合はあるその特定の雇用に関しましては生成 AI で取って代われる可能性はあるということですけれども主にはグローバルノースの方が影響が大きいというふうに考えられています。 ある意味そのキャパシティ生成 AI の能力さまざまなその雇用世界中にいろんなタイプの雇用がありますからそのコリック,ワン,ク,リックワンだけでその雇用というものが通って変われるわけではありませんのでなので我々は雇用、まあの創出に関しましょうちゃんとモニタリングしていく必要がありますし また、世界のさまざまなその労働者の人間的なコンディションというものを維持していくということは重要です。お OK まあ、能力開発、これは私も一番好きなトピックの一つですが、これによっつまり生成 AI というのは機械も作り出すが、しかしグローバルサウスにとっての課題も作り出すと思います。あの、まあのま AI についてはまずアルゴリズムそれから計算力そしてデータという3つから構成されているわけですが私は4つ目もっと重要なのは教育だと思っていますそれがつまり人材を意味するわけです。伝統的な教育 を変える必要が出てくると思います。この ai の時代には4つのことが重要になります。1つ目があの批判的な思考です。昔、学生は先生が言うことを鵜呑みにしてました。でも。ロボットとか ai ですと、やはり批判的な思考がまず必要になります。それから、全ては事実に基づかなければいけない。そして3つ目があの論理的な思考。そして。 4つ目とても重要ななのがグローバルな協,調協力ですつまり特に人々と言いますか若者はこの4つの分野での能力が育成されることが重要です。それから私はグローバルの AI 関連の教育制度を作るべきだと思います。数百年前近代的な大学というものができましたけれども今は新たな AI の時代にあった教育制度が必要だと思いますスタンフォード大学のある女性の教授フェリーさんという方がニュートンとアインシュタインそれも AI の時代のニュートンとかアインシュタインが必要だとおっしゃいました。ありがとうございます ユネスコの方々で教育と AI 関連の作業をしていらっしゃる方が生成 AI と教育についてのガイドライン指針というのを作っていらっしゃいますですからそれもぜひ参考にしてください。ではジョン・フランス語で話しますね。 あの、フランス語で喋ります。その方が正確に自分の考えを伝えられるかです。この能力と言いますか？スキルセットというのはグローバルに必要になってくると思います。で、我々が。実施できる。つまり、いろいろなあのトレーニングセッションなどを導入すれば、全ての人が同じ土台に立てます。また、まここで先生としてそいつ教育者と。して で教えられる人もたくさんありますしソフトウェア開発としてもどうですいろいろなプロセスを AI 用に作っています私はコンピューター特にガバナンスについていろいろと努力をしているんですけれども私の理解では私が今仕事をして住んでいる世界 つまり我々の子どもも積み続けるわけでそれを開発しているそして研究者と開発者と一緒にも協業しています。一歩下ががって自問自自問答すると私自身が 子供のために設計しそして作り彼らが住むような世界を私がきちんと設計できるであろうかとそれからキャパシティビルディングですけどもこれについてはあるプログラムを子供用に開発しました子供が例えば6歳から17歳までテクノロジーに関連したいろいろな教育を受けますいろいろな質問アイディア を検討する中でこういった若者に専門家全員にテクノロジーの専門家になってほしいのかそれとも単純に彼らに対して生涯あるいは彼らが住むことになる世界に対する備えをするための教育をあの。 与えていくのかやはり彼らに対してはマルチファセット多面的なソリューションを提供しなきゃいけないそのためにはどういう環境で彼らが住むことになるのかまた教師などがどのようなオプション 彼らに提供するかということも重要です例えばこういったことを学べなかったら罰則があるというやり方ではいけないと思うんです我々と我々の子どもたちが住んでいる世界というのは複数のソリューションがもう提供されている世界です彼らの認知スキルセットなども拡大してオプションソリューション を提供して、いろいろな形で問題解決に当たれるようにするべきなんです。もう複数の対策ソリューションがあるとあってい思っています。こういったスキルの構築というのは本当に多様性があります。その中で我々は子どもに対して AI の世代あるいは世界に必要なスキルセットを。 まあ、教育すると、それも複数のソリューション複数のオプションを一緒に提供するということだと思います。で、こういった世界に向けて我々は一緒に協力をしてきました。で、これこそが教育、そして特に学校教育のあのセグメントでは重要になってくると思います。あと10分しか残っていないようですので、シャミールさんとおっしゃるオンラインで参加する方。まあ、この方は。 あの環境報告の環境の部分をあの取り上げられました。そこでシャミールさん、環境とそしてデータガバナンスなどについてのディスカッションから得たこと、そして報告書の中でカバーされたケーススタディについてお話しいただきますか。はい。AI と環境とそしてデータガバナンスというのはかなり広いトピックです。ただこの報告書のフォーカスというのはデータガバナンス側面だったので私どもはデータ側。 ガバナンスそれも AI をそして環境中心との連携つながりという観点から検討しましたそしてマルチステークホルダー的な視点をグローバルサウスから提供するということができました。また相互運用性のある AI ガバナンスによって AI のプラスもマイナスも管理するそれからデータの持続可能なデジタル開発のためのデータの側面そして持続可能なデジタルの開発というのが今後デジタルテクノロジーを活用していく方向性だとそれでその中に環境それから経済そして社会的な側面なども一つの包括的なあの。 図表にままとととめるということを話しましたそれから歴史的な不正義に対応する例えば地政学的な紛争などに対する非植民的な対応例えば AI がバリューチェーンを検討する上で非常に重要であるということそれから AI に投入される資料 についてはそれからマウチ・ステークホルダーのプロセスが本当に代表性があるかということも話しましたそしてイノベーション・エコシステムあるいはグローバル・ サウスの制度的なメカニズムの改善なども話し合いました。ですから、包摂性、そして環境への害を最小化するという点も、あの。まあ、これ他のスピーカーの皆さんもハイライトされましたが、これも討議しました。で、まとめとして我々が強調したいのは公正なあの。グリーンのデジタル変換があの持続可能なあの、将来のための需要であると、そして ai を活用して責任ある。 プラクティ環境の対策、それから経済的な利益、そして社会的な包摂を兼ね、そしてより持続可能な世界への道を作る、そしてグローバルサウスのコンテクストにも合わせるということをお話しました。多くのあの参加者はこのあのレポートかなりあのきちんとあのいろいろなことを貢献してくださいまして、特に A.I. の 環境的な側面それからデータガバナンスについてもそして相互運用性についてもカバーしました非常に包括的な報告で私もこの報告書を策定する中でいろいろなことを学びました本当にボトムアップのマルチステークホルダーのプロセスだったと思っていますありがとうございますシャミリアさんありがとうございました まいたただきましたそれから今まで環境について行ってきた重要な作業についてまとめていただきましたでは次に質問ではなくて提言をお伺いしますここにいらっしゃる皆様から提言として他にどのような課題議題をこのグループで検討するべきか ということを提案していきたいと思いますこれはマルチステックホルダーのポリシーネットワークですのでこのグループに参加していただくこともできますということで何か提言とか考えがある方はいらっしゃいますかはい、どうぞイエオー・リーと申します世界デジタル技術アカデミーから来ました我々は研究そしてトレーニング研修そして AI の教育の教教育材なども作っていますでプラディックさんの方からユネスコが AI のトレーニングそして教育の授業を強化するとおっしゃいましたけれども例えば今我々は本を出版してあるいは教材などを出版しているんですけれどもそれを多くの大学に提供しています特に中国それから発展途上国そしてグローバルサウスに教材を提供しています。将来 ユネスコに例えば我々貢献できるようなプロセスを設けるつもりですかあるいは自らユネスコはトレーニングをされるんでしょうか。 はいいありがとううございますそうですそでねこの,このセッションはユネスコの話ではありませんけれども、まあ、もちろんまた直接、えー、ユネスコがどういった教育に関しますプログラムを行っているのかまたは計画をしているのかに関しましては別途お話,をお話ができると思います、はい。何か提言はありますでしょうかオンラインの方でも結構ですけれどもシャミラさんどなたか何かありますか えー、オンラインで発言される方いらっしゃいますかえ待ってる間に、えー、会場から発言があるようですのではい。 アスカン・クーナと申します EY から参りましたどのように評価を行うのかテストをするのかということも重要です我々が成果として期待するものを成果として期待するものを出すためにどのように評価をするのか特にその技術的な項目ではなくて例えばそのシステムが その運用面においてえ意図したような結果をもたらすのかだとかえそのようなえ評価ですねそれから労働環境だとかまたえカテゴライゼーションを行うような。 そのカテゴリゼーションに関しましてそのプロセスの評価そのシステムの運用面に関します評価ですその技術的な問題も,もの以外のこの AI システムの評価ということも議論するべきだと思います、はい、パネリストから3つのキーワードがあったと思いますそれは将来に向けたものであるとえ我々グループとして見るべきはあと,あと4分しかありませんから3つのキーワードに関しましてそれぞれからコメントいただきたいと思いますまずはノブさんからお願いいたします 特にこのようなグローバルサーフに関しますグローバルサーフの特に教育だとかそれから調和というところのディスカッションを継続するべきだと思います。マイキーさん、私はキーワードとしてはやはり包摂性、未来、そして TNAI です。ありがとうございます。ジョゼさん、難しいです。このイニシアティブというものを続けていきましょう。 そしてさらに進めていきましょう。うん、そして、えー、このようなディ,エディベートというものを今後も続けるためにはですねこのような議論の場合は必要であって、そして IGF の方が何申し上げたいとしいますさい。そさんグローバル、グローバルサスタッフではなくてグローバルという言葉がキーワードになると思います。グローバルの労働者と言いたいと思いますそれから権利ですかね。シンリーさん 批判的な思考そしてグローバルの共同というふうに申し上げたいと思いますコラボレーションですかはい、ありがとうございます応援さんで3つまず1つは具体的なキャパシティビルディングを実行するということそれからまた評価に対します投資を行うということそこに大きな欠如が見られますそして技術的な オーディエンスと技術以外の方々、お互いにその社会社、社会経済的な課題に関しまして理解するということ。ジョン・フランソーさん、イノベーションがキーワードになると思います。それから教育ですね。そしてアカウンタビリティ、レスポン・責任というふうに言いたいと思います。はい、ありがとうございます。パネルさんの皆様、えー、しっさに満ちたお話ありがとうございました。それから、ご参加いただきました方々にも感謝を申し上げます。 皆まにぜひレポートを読んでもらいたいいたと思います。マルチステークホルダーの形で、えー、このレポートというのをまとめておりますしまたああ AI に関しますポリシーネットワークでのディスカッションというものは今後も続いています続いてまいりますので皆様もぜひご参加いただきたいと思いますありがとうございました。<laughs>